たぬきちチャンネルです。おはようございます。たぬきちでございます。今日もふんどしでシャワーを浴びるんですけれども、昨日のやったやつのね、ちょっと応用版で後ろにふんどしをね通して前に持ってきて、でここで乳首を隠して後ろで結ぶっていうね、方法をちょっとやってみました。ちょっとね、改良を加えて、やってみました。これでね、乳首隠れると思うので、はい、これでシャワーを浴びていきたいと思うんですけれども、もう、そもそもこれだったら、シャワーをなぜ浴びてるかっていう問題になってくるんですけれども、まあ、いいかなと思って。まあ、いいかな。まあ、これでね、シャワー浴びていきたいと思います。まあ、体流す程度ですよね。うん、まあ、どうだろうかなと思う。もうやめようかな。でもね、結構ね、意外と、この、ふんどしでシャワー人気みたいで、ありがたい話にね。なので、まあ、続けていこうかなとは思うんですけれども、結局、湯煙でね、わかんなくなるんですけどね。やっぱり乳首が出てるし、ダメだっていうことなので、これでね、隠していきたいと思います。いやー、いけるね。めっちゃつけるけど大丈夫かな、わかんない。多分大丈夫だと思うけど、出てる。出てる。ダメだ。出てる。よし。すぐ取る。なんかうまい方法があれば、皆さん教えてくださいね、ぜひ。ねえ。なんかないかな、いい方法ね。なんか昨日の配信でもあったんですけど、郷に入らずは郷に従えってことで、やっぱり YouTube があってこそのたぬきち、ふんどし YouTuber だから、まあしょうがないからね、そうやってこう際どいところよりもうちょっと少しだけね、安全なところで攻めようかなって今は思ってます。でもやっぱりふんどしね、稽古したいし、なんか今日は前掛けをね、腹掛けをかけて稽古したんですけど、やっぱりちょっと違うなーっていう感じがねするんですよね。なんだかね、難しいよね。やっぱり戻そうかな。でもね、まあ、確かに規制とかの問題もねありますから、なかなかこう難しいところではあるんですけど、大丈夫。これすぐ緩んじゃう。すぐ緩んでるね。ダメかね。ダメだね、難しいね、これね。もうちょっときつく締めないとダメだったかもしれない。あ、やべ、またあれ忘れちゃった。なんだっけ、タオル。タオルを忘れてしまいました。取りに行きます。これびしょびしょな状態でね。いやー、おっよし。無理やりひどい、びしょびしょな。ああ、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ぜひぜひ。なんかいい方法があったら教えてください。うまく乳首を隠しつつ、なんかこう日本の伝統文化を守れるようなそんなものがあったらね、まあ腹掛けはいいかなと思うんですけどね。やっぱりこう難しいですね。ふんどしでやるべきなのか YouTube の規約に沿うべきなのか、すごく迷っております何をそんなに迷ってるのかって思うかもしれませんけどねまあ YouTube に従おうかな。はい、ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。たぬきっちチャンネルでした。またねー。